よ15日から選挙戦が開幕されました。日本保守党にとって初の衆院選が始まったわけやね。15日には新橋駅前で主に比例第1位の人たちが集まって演説をしました。開始まで1時間も待たせなあかんという事態にもかかわらず、暑い中にも多くの人が集まってきてましたね。その後、各所での演説をちらちら見てると、人の集まりは少なめかなぁとは思うね。まあ、平日の昼間とかなんで仕方ないかもしれんけどね。そんなわけで、ゴングが鳴ったわけやけど、さてどうなるんかなぁ。とにかく、比例で少しでも当選してもらいたいね。X でのいろんな人の投稿を見てみました。まだまだ政権取れるほど大きくないけど、百田さんの日本保守党に期待するしか、国民民主も期待してるよ。芯のない石破じゃ無理。リーダーの器でもないし、操り人形にもなれない。野党第一党が立憲というもの気に入らんよな。引きずり下ろしてほしい。国民民主の玉木さんね、都知事選の時に緑のタヌキの応援に入ったことでやっぱしかと思った。いろんなつながりがあって主張してることを実行できんのやないかな。国民民主は長くやってるからそれなりの支持者はあるわけで、当選者も何人か出てくるはず。それで日本保守党と主張してるところが被る面もあるから、協力してもらえるといいかも。誰にとっても100点満点の政党なんて存在しない。自民党、公明党には入れたくない。かといって立憲民主党、社民、共産、令和はありえない。そんな中道から保守にとって、国民民主、維新、参政党、そして日本保守党という投票先があることはとてもありがたい。維新とかは保守と言えんとは思うけどね。参政党を期待してたけど、いろいろと暴露されすぎ、イメージが悪いわ。国民民主はさっき言った通りでブレるからね。今回は日本保守党に頑張ってもらいたいね。日本保守党批判で一番バカバカしいのが、百田氏や有本氏の番組関係や党の関連での収益の私物化を問題にすることで、そこまで金に執着する人間ならすでに残りの人生、悠々自適の道を捨てて敵を作り、批判の的になる新党作りなどやりはしない。むしろ論者や作家の人生の方がよほど安定している。百田さんと有本さんが資材を出してるってところが覚悟ができてる気がするね。何としてでも日本を立て直そうって気持ちはあるんやと思う。それから伊勢崎市議会議員だった伊藤純子さんや、荒川区議会議員やった小坂英二さんなんかも長年勤めてきた議員職を投げ打って比例に出てるわね。はっきり言って当選するかはわからん。それでも日本のためと言って出馬を決めたということは本当に潔いね。14日の百田さんの第387回ライブでは、大して失ったものもないのに私は全てを失ったという人もいるとじらりと言ってたね。問題が出てくるんで詳しくは言ってへんかったけど、まああかりちゃんのことよね。何日か前にもうこれ以上は言わん方がいいっていう動画を出したけど、あかりちゃんが見てくれたかどうかはわからんけど、その後もいろいろ言ってるみたいやね。ちょっとね、あかりちゃんに関するポストをいくつか見てみます。保守党を批判して彼女を擁護してる人たちって、以前から執行部は党員の意見を聞くべきとか言ってた人たち。党員の意見いちいち聞く政党なんてあんの？党員は日本保守党を国政に送り、重点政策実現を叶えるために支援するんだよね。なのに我々を信者呼ばわり、会うはずがないね。やはりいろいろな人の意見を聞くことは必要やとは思うけど、それをすべて聞いてたらまとまらんってことにもなりかねん。
だから執行部ってのがあって、そこでボーンと方針なんかを決める。それを柱に賛同した人たちが支持してくわけなんで、そのあたりの考えがまず違うってことよね。日本保守党と飯山あかり氏、長谷川幸宏のやつが切り捨てられたと言ったが逆だろ。選挙結果に関わらず、百田党首と有本事務総長は有能な飯山氏に東京15区支部長だけにはとどまってほしかったのに、もう選挙はこりごり、私はこれでおしまいと見切りをつけられ捨てられたんだから、衆院選はもう頼めない。長谷川さんがあかりちゃん擁護をしてたわけやけど、言ってることはそれもありえるとは思ったけど、よくよく考えてみると党の考えと違う人は入れたくわけにはいかんのやないかな。長谷川さんの言い分やといろんな意見があっていいみたいなことを言ってたし、自分と合わんやつやから除外したみたいなことを言ってたけど、党の方針ってのもあるわけでしょ。それを党を作った百田さんや有本さん、河村市長とかが決めたんでしょ。それに対して賛同した人たちが集まってきて日本保守党を作ってるわけなんで、普通に考えて考え方が違う場合は一緒にやれんわね。それは合う合わんとかやなくて、政治に対する考え方が違うってことやないかな。単純に好き嫌いで百田さんたちが追い出してるようには思えんけどね。反旗を翻している飯山あかりを何とか抑えようとしている日本保守党支持者さんに言っておきますけどね、そんなことしたって無駄ですから。東大の池内聡教授に対するあの狂気の粘着っぷりを見てたらわかるでしょ。それが今百田に向かっているんです。マジやべえっすから、知らねっから。確かにね、いつまでも言ってるってところがね。さっきの伊藤さんや小坂さんなんかはもし落選したとしてもそんなことをいつまでも言わんと思うわ。あかりちゃんもカーッと頭に血が上ってまったことがあって、それが胸に深く焼き付いてまって、それを忘れることができんのかもね。本も何冊も出してるし、ベストセラーにもなってるし、それだけでもすごいことやと思うけど、向上心がありすぎるかも。今回紹介したポストは反あかりちゃん的なポストばかりになってまったけど、もちろん洋画派もいると思うけど、目についたものを選びました。どっちにしてもとにかく日本保守党が一人でも当選できるようにしてもらって、日本をちょっとずつでもいいから変えてもらいたいね。ご視聴ありがとうございました。コメントお待ちしております。次回の動画で会いましょう。チャンネル登録お願いします。